皆さんこんにちは。本日はですね頭のいい人たちの8つの特徴ということでですね考えてみたいと思います。頭のいい人たちにはね、えー、まあ共通点があるというですね、えー、形からですね、えー、まあこんな共通点があるんじゃないかなみたいなね、えー、形のものを考えていこうと思っております。まあね頭のいい人というのはね、えー いろんな世界でいろんな業界でいろんなコミュニティでね存在しておりましてですねそういう人たちはですねまいろんな人からやはり一,一目を置かれたりとかですね尊敬されたりとかですね憧れられたりする存在でありますねそういう人たちにはねやはり明確な共通点があるんじゃないかなというですね視点から考えていこうと思っています、まあ、共通点といううののですねねそその頭の良さとかです、ねそういう人 人たちのね、まあ何ていうかなあ、その仕組みというかですねん、その仕組みはどうなってるのかなみたいなことをねえ、まず考えてみようかなと思うんですね。えおそらくですねえ、パソコンですね、パソコンの仕組みなどとねえ、結構似てるんじゃないかなというふうに思うわけですね。 パソコンというのは、ね、どういう形になっているかといいます,ですね。まずです、ね、こうハードディスクがありです、ねまあ、CPU とかがありましてソフトとかがそこに中に入っておりましてです、ねまあ、プログラミングで、まあ、設計されているということがありますねそして、まあ、それぞれの売っているいろんなメーカーがです、ね、いろんなものを出しているといろんなコンピューターを出しているということになりますね。 ですねうん、そういう形でこう分けられるんじゃないかなというところが、ねえー、あるんですね。 えまずですね、えー、人間の中ではねこう知識量というものがね基本的に大切だというふうに思いますね、えー、いろんなものをある程度こう知ってたりですね言葉でもね、えー、単語でもボキャブラリーが多い人とち少ない人では全然違いますね、まあ、そういうですね知識量がある人とない人という部分ではかなりの差が出てくるんではないかなというふうに思うわけですねそしてその次はですね、まあ、この吸収力ですね、えー、物事をこうマスターしていくとお新しいことを 勉強してもですね、えー、本当にこう、すっとですね、えー、綿が水を吸い込むようにですね、ものを吸収する人とですね、えー、なかなかこう吸収できない人がいますね、こういう吸収力というのはあるんじゃないかなというふうに思いますね。このね、えー、まず吸収力というのはね、パソコンの例えで言いますとですね、処理速度みたいな形だと思うんですね、一つの作業をパソコンにやらせたとしてもですね、えー、それをサクサクこなしてしまう人とですね、なかなかこう、うー 作業がです、ね、はかどらない人がいると思うんですけどまあ処理速度と吸収力というのは似てるんじゃないかなというふうに思うわけですね。 そして、1番目に行った知識量というのはですね、まあ、ハードディスクの大きさというふうに言えるんじゃないかなというふうに思いますね。えー、どんなに優秀なパソコンでもそのハードディスクが少なくてですね、えー、情報量をいっぱいにならないとすぐね、えー、情報量がいっぱいになってしまって新しいものが入ってこないという形になるとねやはりそれは考え物でですねうんやはりそれはですね人間で言えばこう知識量という形ですね。えー、まあ人間の 頭の中にどれだけ知識が入っているかということの例えになるんじゃないかなというふうに思うわけですね。そしてね人間で言えばですね、こう柔軟性ですね。物事をですね、一方向、一面、一側面からしか考えられない人という人はいますね。一つを決めてしまうとその固定観念でそこからなかなか動けない人というのがいますね。その一方、柔軟な考え方ができることが ね、い,ろいろとできる人がいますね、えー、例えば、うんま、料理をするにしてもいろんな材料があっても一つこう足りなくてですね、えー、作ろうと思ったら料理が作れない場合ねささっとこう頭のか回転させてですね、えー、物事の 視点を変えてですねえ、じゃあこの料理でこういう場合だったらこうした方があいいなとそうすればあなかなか美味しい料理ができるなという形でですね、応用が利くという形になりますね。まあね、えー、そういう形の柔軟性とかいうのはですねえパソコンの例えで言いますとですねソフト。 そのパソコンの中に入っているソフトがたく,したくさんの種類の、ね、ソフトが入っているという形にこう例えられるんじゃないかなというふうに思うわけですね。パソコンでもです、ね、やはりですね、フォトショップとかですね、それしか入ってないのとですね、フォトショップも入っていれば、エクセルも入ってる、まあ、それ以外に、ね、音楽の聞くソフトも、音楽編集、動画編集ソフトも入っているし、などというような形で,です、ね、いろんなこうソフトが入っている人の方がですね、やはりこう応用性、重要 柔軟性が効きまますね、まあそういうような形でですね、うん、パソコンで言えばですね、うんまあ、柔軟性が効くのはいろんなソフトが入って、まあ、応用が効くということになるんじゃないかなというふうに思うわけですねうーんあとはもう一つはね人間で言えばこう客観性がある人だと思うんですね、えー、物事をですね、えー、自分の視点からだけではなくね、えー、自分以外の立場の人の目からも見ることができる自分の 年上の人の立場から見たり、年下、部下の立場から見たりですね、あるいは自分の子供の立場、奥さんの立場とかですね、あるいはこう社会的な立場とか、もっと大きく言いますとね、この地域的な立場とか、あ歴史的な立場とかいろんな、ね、立場で物事をですね、えー、捉えることができるかということがね、この客観視ということになりますね。い、え、ろ、ー、んな人の評価とか評判とかですね、えー、まあそういうことですね、えー、そこからですね、 自分なりのこう価値観みたいなものを、ねえー、明確にこう考えていくということになるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、この辺のね客観性というのはね、うん、まあパソコンで言えばね、えー、その評価とかねブランドとかですね、えー、そういうことになるんじゃないかなというふうに思いますね。えー、自分がこのパソコン使っててもねほ、うん、の人の使ってるパソコンの方がやっぱり評判がいいとなるとね、えー、まあそれは実際他人のですね立場になってみないと自分のパソコンがいいかどうかは比較とかできないということになりますね。 ですからねその評判とかブランドというような形にね例えられるんじゃないかなというふうに思うわけですね。あとね頭の良い人のね特徴ということで言いますとこの論理性があるかどうかということが大切なんじゃないかなというふうに思いますね。やはりねロジカルシンキングということでしてですねまあ人間にはね、まあ、感性とかそういうものはね大切でねフィーリングとかそういうものっていうのもねあうんの呼吸みたいで分かり合うというようなね ま、えー、まあ人間関係のりり方というのありますね日本人は特にねまあ、そういうロジカルシンキング的なものとかよりはね、えー、まあこのあうんの呼吸とかね、えー、そういう「つ」といえば「カーとかですね、えー、そういう形で、えー、伝えるですねんノンバーバルコミュニケーションみたいなものをね、えー、ある程度比較的要求されるところがありますがやはり基本的にはね人間というのはあ全くね、えー、知性 あと元よりです、ねえーまあ、あの感覚とか、ねえー、感情とかフィーリングとか価値観とかですねそういうものっていうのは本当にバラバラですね人によっては全く違うというところがあるんでねあうんの呼吸ではどうにもならないというところありますね、えー、やはりこう初めて会う人とかですね、えー、全く立場とかですね、うん、住んでる地域とかあ状況が違う人同士があ例えば何かね、えー、仕事をしたりとかあそういうコラボレーションみたいなことをする時にですね、えー、そういういにやはりアウンの呼吸 呼吸でとかね、えー、僕の気持ちを重んぱかってくださいとかあいうふうに言ってもそれはこう通用しないところがありますねそういう場合はどうしてもね、うん、まあロジックですよね、えー、理論的にきっちり説明してお互い納得し合うというようなね、うん、ところがあると思いますね。 えーまあ、要するに論理というのはね、えー、全く価値観とかあフィーリングとかが違う人がですね、えー、すり合わせする場合のですねやはりこう最低限のこうなんていうかコミュニケーションのツールでありん、まあ、公式であるというところがあると思うんですね。ねですから、そういうものはですねものをコミュニケーションの土台としてですね、えー、きっちり持つとコミュニケーションだけではなくね物事の考え方の土台としてきっちり持っていることができているかと。 いうことがね頭の良し悪しに大きく作用してくるんじゃないかなというふうに思うわけですねまあこれはねパソコンで言えばねプログラミングという形でね例えることができるんじゃないかなというふうに思いますねどんなにね素敵なデザインとかいいソフトが入ってもしょっちゅうねバグを起こしたりですねエラーを出していたらパソコンの意味がなくなってしまうところがあると思いますねこういう形でしっかりとねプログラミングができていないと パソコンとしては役に立たないという形になってくるというような形ですね、まあ、こういうような形でですねパソコンの例に例えましてですね、えー、その人間のですねこの知性とかね頭の働きとか頭の良さということをねまああの例えという形で言ってみたんですけどねまあ、ここら辺のこう組み合わせという形に結局なるんじゃないかなというふうに思うんですねまああの文言葉でもう一度言いますとですねこの知識量ということですねあとは吸収力ということですねあとは自分 難性ということと次はこう客観性そして論理性ということですねここら辺のですねうん組み合わせがしっかりしてる人あるいはここら辺の個々の能力をなるべく多く持ち合わせてる人になればなるほどね頭の良い人という形になるんじゃないかなというふうに思ってますねそして、えー、まあじゃあ次にですねその頭のいい人たちの、まあ、共通項特徴 8ということでね8つの特徴ということでねいかに述べてみたいなと思っておりますまずねその1はね頭のいい人は基本的にね、まあ、非常にこう勉強家である先ほど言いました部分のね、まあ、知識量という項目ですね、えー、ここに急ぐね自分の中のこうハードディスクをどんどん広げていってですねそこの中のデータとかファイルを広げていくと増やしていくということですね、まあ、そういういことが 自分の、ね、意識で、えー、人からね強制されずにですね、えー、自分で意識的にやっていくことができる意識的無意識的にうーん自分の知識であと経験にしてもアイデアにしてもそうですけどそういうものをね、えー、増やしていくことができる能力があるそれがね、えー、勉強家ということだと思うんですねで勉強家のね特徴と言いますとですねやはりね、えー、まああの読書好き だったりとかねますね、えー、まずちょっと分かんないことがあってもね、えー、すぐきっちり調べたりとかあ読書をしたりとかですねあとはね、えーまあ、あのものをね、えー、文章を書いてねまとめたりとかですね、えー、メモを取ることをねよくやるとかですね、えー、そういう人がね勉強家という形に言えるんじゃないかなというふうに思いますね。 ここら辺がね、えー、まあ積もり積もってね博識、えー、な人とかになったりね、えー、ボキャブラリーとか表現力が豊富な人という形になっていくんじゃないかなというふうに思いますね。そしてですね頭のいい人たちの特徴頭のいい人たちの共通点その2ということで、えー、次はですね発想の転換や組み合わせがうまいということですね。これはですね、えー、先ほどの 人間頭のいい人の、ね、5つの特徴と特徴というか特質ですね、えー、にね、えー、述,べられた述べたところのですね、えーまあ、この柔軟性とかですね、えーまあ、知識量とかというところとね、えーまあ、つながるんじゃないかなというふうに思うわけですね。発想の転換や組み合わせがうまい人たちのね特徴はどういうところかと言いますとですねまずねうーん まあ、会話が上手いと,いうとこありますねうま、えーねえー、くてあこの人とね話しているといつまでたっても話が尽きないなとかですねあこの人は相づちがうまいなとかね直接的に好奇心とか興味がつながってるわけじゃないけど話の持ってき方がうまくてですね、えー、この人と一緒にいるとついついねいろんなことをこ話してしまうなみたいなね、えー、そういう人いますね。そとうい,ういうのは大概ですね、えー、頭のいい人が多いんじゃないかなというふうに思いますね。 そのやっぱりこう発想の組み合わせがうまいということなんじゃないかなというふうに思いますね。そして、えー、発想の転換や組み合わせがうまい人というのは、えー、往々にしてですね料理が上手ですね。先ほどもちょろっと申しましたけどね、えーまあ、料理といってもねしっかりねその書籍だとか ククックパッドとかを見てですね、えー、それを真似して作るというような本格的な料理というだけではなくですね、日常の自分の手料理でね、ありきたりなものでですね、ちょっとこう気の利いたものちょっとおいしいですね、酒のつまみとかですね、うん、さっと突然来たお客さんに対してもね、ささっとなんかこう、おもてなしということで素敵なこな料理を作ってあげることがね、素早くできるというような。 形ですねそういう人というのはねやはりこの組み合わせとかね発想の転換がうまい人なんじゃないかなというふうに思いますねあとはですねやっぱ話のねユーモアがあるっていう人もねここに当たるんじゃないかなというふうに思いますねユーモアだというのは何かというとですね1 1は2ととかね A と B の 次は C というような形ですね。ありきたりのですね流れではなくね、そこにちょっと意外な落ちとかね、え意外な発想とかを組み入れていかなければいけないわけですね。A、B と言ったら C じゃなくて、A、B とか言ったら S とか言ってエビスですみたいなね、そういうような形の、うん、ちょっと違ったですね切り口見方みたいなものが必要という形になるわけですね。そういうことができるのもやはり発想の転換組み合わせが上手い人ということになる。 あるんじゃないかなというふうに思いますねあとはですね人と人とを組み合わせたりですねセッティングしたりすることがうまいですねこれは会話上手という部分と共通しているところだと思うんですけどああの人とねこの人が話したらあきっとね趣味が共通してて面白いだろうなとかねこの人はパッと頭の回転が速くてあの人はおっとりしてるからね、えー、これを組み合わせると結構面白いかもしれないなとかですね、えー、そういうようなですねうんなんていうかセッティング人と人との組み合わせですね、えー、そう うううういいいいのがまいという形にななるんじゃないでしょうかね。まあ、こういう人たちは、ねえー、まあ知識とか関心が広くて話題が豊富という形でですね、やはりまあ人気者になったりですね、んまあその人がいることを楽しみにされるというような、ね、タイプの人ということになるんじゃないでしょうかね。